1曲目は漂流ジョン・ド・ドリームという曲を聴いてください。これは同じ広島県の鞆の浦にも出てきました、坂本龍馬、そしてその坂本龍馬に大きな銃の素晴らしさというものを教えたジョン万次郎の生き方に非常に感動しまして、アメリカにずっと渡ってこの曲を作りました。ジョン・ド・ドリーム聴いてください。はい、漂流を聴いていただきました。続いて、さすらいの三等歌という曲を聴いていただきます。
ありがとうございます。さすらいの三等歌一手帳をお送りしました。四国八十八箇所を7年かかって回りまして、その後1988年、高野山を出発点にして世界88箇所を回り始めまして、現在まで、88箇所を2回回りましたけれども、そのベルリンの壁、東ドイツと西ドイツがまだ分かれていたその頃に、このベルリンの壁のところに行きまして、これからドイツは東と西が一つになって平和のために頑張ってほしいという、そういう気持ちを込めて応援歌というつもりで作った曲です。ブランデンブルグ門を聴いてください。Thank you.
ブランデンブルーモンをお送りいたしました。続いて自分の人生を大きく変えたきっかけだったのが、ローマ法の前で初めて日本人として初めて謁見コンサートをすることができました。そして以後愛媛大学の講師を辞めてプロとして、スタートしたんですけれども、その時にローマ法から、平和のために世界を回りなさいということで、メッセージをいただきました。そのメッセージを生の声を皆さんに聞いていただきながらお会いした時に、我々を包み込んでくれるような大きな愛を感じたんですね。そして愛という曲を作りました。ローマ法のメッセージに続いて愛という曲をお送りいたします。良い音楽は心を安らかにし平和にするものです。皆さんのコンサートで人々の間にきちっと平和が生まれるよう願いながら、皆さんを心から祝福します。神に感謝。ありがとうございます。ローマ法の言葉、そして、愛という曲をお送りしました。では最後に、皆さん命の貯蓄体操という、奇跡とそして感動、この体操、それは人間の持つ素晴らしさを
ここで表現されていると思いますが、地球を、我々の地球を大事にしようじゃないかという、そういったことをテーマにして作ったアニメ映画があります。そのアニメ映画の音楽をしまして、その中の今日は最後にイブのグランドテーマという曲を最後にお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。世界巡礼音楽の旅を行う西村さんの今後に心から応援していきたいと存じます。